日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつもいつも応援するするポッドキャスト。今日はフリートークについて、フリースタイル。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。何時に今この日本語コンテッペイを聞いてくれていますか？何時に聞いてますか？朝ですか？昼ですか？夜ですか？どこにいますか？皆さん、アメリカですか？ブラジルですか？ベトナムですか？ドイツですか？イギリスですか？アイルランドですか？スペインですか？それともインド、それともエチオピア、それともオーストラリア。世界にはいろいろな国、いろいろな場所がありますね。僕は今東京にいます。東京でフリートーク、皆さんにフリースタイル話してますね。今日はトピックの名前を決めてないですね。いつも日本語コンテッペイはスポンテニアス、いつも日本語コンテッペイはフリー、自由に話してます。例えば一つ前はカラオケについてだけど、僕はこのまあトランスクリプトとかまあプランですね、計画何もないです。いつもタイトルを見て、タイトルを決めて、そしてそのトピックについて話します。実はこのトピックのタイトルですね、タイトル、今日はフリートーク、一つ前はカラオケについて、このタイトルは日本語コンテッペオリジナル、日本語コンテッペオリジナルのタイトルと同じなんですね。僕は日本語コンテッペオリジナル、インターメディエイトの方ですね、インターメディエイトの方の、今までのこうタイトルのリストですね、それを見ながら日本語コンテッペフォービギナーズ、それも同じように作ってます、同じようにレコーディングをしています。フリートーク、いつもトークはフリーですね。いつも会話は自由ですね。会話を自由にたくさんしてください。日本語を自由にたくさん話してください。間違えることは全然大丈夫。間違えることは全然気にしない。関係ない。問題じゃない。悪くない。全然悪くない。日本語をたくさん話しましょう。日本語をたくさん聞きましょう。日本語をたくさん読みましょう。日本語をたくさん書きましょう。漢字をたくさん書きましょう。これが日本語コンテッペメソッドです。たくさんやってください。たくさん、たくさん、たくさん。今日もたくさん日本語、たくさんたくさん、聞いて聞いて、書いて書いて、読んで読んで、話して話して。そうすれば皆さんの日本語は絶対に良くなります。僕を信じて一緒に頑張りましょう。頑張って頑張って頑張って続けてくださいね。それではまた、チャオチャオ、アスタレゴ、またね、またね、またね。